皆さんこんにちは。今日も始まりました前田幸永のチョコチャンネル、ね、本日のお題は野球選手の冬の練習、ね、これから冬の練習が始まります、ね、冬にやっておきたいことの練習メニューというものを、まあ、紹介したいと思うんですけども、まあ、細かく紹介するのも、まあ、なかなか、ね、いろいろなことをこうトレーニングで見せるっていうのもいいんでしょうけれども、一番大事なこと、まあ、少年たちも見ているかもしれないので、まず子どもたちのお話からしたいと思います。まずですね、小学生冬の練習でこういうことやってほしいよねっていうのは、小学生というのは神経系が大きく伸びるというふうに言われています。なのでそうですね、大事な練習といえば、こう、まあ、野球というのは基本的にはあまりまっすぐ走るというスポーツじゃないですよね。まあ、もちろん、まあ、ベースランニングで一塁駆け抜けまっすぐもあるんですけれども、守備でも横に動くケースが多いですし、まあ、ベースランニングでもオーバーランすれば回らなくちゃいけないしということなので、まあ、神経系、まあ、今はなかなか難しいかもしれないんですけれども、僕が大事にしているのは鬼ごっこ、ね、まあ、子供たちであれば野球の練習中に、ね、最後の、ね、ランニングのメニューを、まあ、楽しくやるという意味でも鬼ごっこみたいなものを取り入れてるんですね。ということは野球は急にブレーキをかけたり急に切り返したりという動きが多いので、こういったところは神経系が伸びると言われます。一番、まあ、一番いいのは、まあ、鬼ごっこもそうなんですけども、木登りとかできるといいんですけどね、なかなか今はね、そういったご時世じゃありませんけれども、ね、そういった練習をやるとよく伸びていくと言われています。そして中学生、中学生というものは心肺系が大きく伸びる年齢というふうに言われております。まあ、なので、心肺系と息を上げる、まあ、もちろん、野球選手というのは走っていってベースランニング一周してもどうでしょうか、20秒もかかりませんね、20秒、まあ、プロ野球選手でも16秒から、ね、17秒ぐらいね、まあ、中学生ぐらいであれば、まあ、20秒前後ぐらいになるんでしょうか、そういった形でしか走らないんですけれども、心肺系を、鍛えることによって、まあ、野球というのは基本的にはゲームは中学生であれば7イニング、まあ、高校、大学、プロ、ね、社会人となってくると9イニングですけど、まあ、それを戦い中での心肺系というものは非常に重要な役割を担うかなというふうに思います。まあ、心肺系ですけれども、長距離を走ってもいいし中距離を走ってもいいし、まあ、とにかく心肺系というふうなトレーニングをやると非常に伸びていくというふうに言われています。まあ、となると当然ね、まあ、ランニングの量とか、たくさんになってきますけれども、その心肺系の練習というものが非常に大事かなというふうに思います。あとは、まあ、小学生、中学生、まあ、高校生、大学生でもそうですけれども、やはり軸がぶれてはなかなか野球というものはうまくならないと思います。ということは軸がぶれない、そうなると、まあ、今はものすごく、ね、いろんな、まあ、雑誌であったりね、どうでしょうか、ね、いろんな動画であったりと、まあ、そういった形で紹介されていますけれども、大切なのは体幹トレーニング、自分の軸をぶらさないために体幹というものを鍛えておくこと。軸がぶれなければボールもぶれない、軸がぶれなければボールも捕まえられるということになるので、体幹、ね、このトレーニングも重要かと思います。今ぜひ冬にやってほしいものは神経系、心肺系、そして体幹、この3つは冬の練習には非常に重要じゃないかなと思うので、ぜひ小学生の皆さん、そして中学生、高校生、大学生、ね、この練習をしっかりやってください。